ご視聴ありがとうございます。今回は、世界で最も売れなかったゲーム機、ビビンアットマーク同じ、アップルは開発したの?という、テーマでご紹介させていただきます。ビビンアットマーク?このマシンは、1996年に、日本のバンダイと、アメリカのアップルの共同開発により、リリースされた、家庭用ゲーム機なんだ。そして、このハードは、出荷台数が全世界で、4万2000台という、世界で最も売れなかったゲーム機として、知られることになるんだ。だったの、4万2000台?90年代で最も出荷された、家庭用ゲーム機といえば、ソニーのプレイステーションの、1億240万台ですが、それに、大失敗してしまった、PC エンジンの後継機である、PCFX でも、40万台は出荷されていますから、ビビンアットマークの販売台数は、ある意味、驚異的な記録ですね。このマシンの失敗については、よくネット上でも、話題にされることが多いんだけれど、よくある話は、ビビンの失敗は、アップルが、本気で売る気がなかったからである。とか、バンダイは、アップルに騙されたのだ。など、様々な憶測が、飛び交っているんだ。しかし、実際には、当時のアップルのナンバー2であり、事実上、会社を動かしていた、イアン・ダイアリー副社長を、中心に、アップルの将来を担う、ライセンスビジネスの、主力商品として、大きな期待を持って開発が、進められていたんだ。そして、このメーカーは、このピピンについての、将来の構想まで考えていて、ピピン DVD や、ピピン NT という、情報端末としての、将来を見据えた、ロードマップも作成していたんだ。おお、アップルは結構、本気だったんですね。そう、ということで今回の動画では、なぜ、アップルが、日本のおもちゃメーカーである、バンダイと組、家庭用ゲーム機の、ビビンアットマークを開発することになったのか、についてご紹介させていただきます。このビビンアットマークが誕生した背景には、ある人物の采配が、大きな影響を及ぼしているんだ。ある人物の采配?そう、その人物とは、83年から、93年の10年もの間、アップルの CEO を務めていた、ジョン・スカリーさんだよ。ジョン・スカリー?そう、彼は、アップルに入社する前、なんとあの巨大企業、ペプシの幹部として活躍していた人物なんだ。そして、彼は、マーケティングの達人でもあり、70年代には、ペプシの事業長として、大々的なキャンペーンを、打ち出し、当時飲料業界で、圧倒的なシェアを握っていた、コカ・コーラを打ち負かしたという、伝説の人物だったんだ。スカリーの活躍で、ペプシはコカ・コーラを抜いて、世界一の飲料会社になりましたからね。そして、そんな、将来ペプシの社長候補とも言われていた、伝説の人物を、アップルに引き抜いたのが、あのスティーブ・ジョブスなんだ。おお、あのジョブスが。そう、80年代初めの、アップルは、アップル2の大成功で、急成長していたとはいえ、巨大企業のペプシに比べると、まだまだ小さなベンチャー企業だったんだ。そんな新興メーカーのリーダーである、ジョブスは、優秀な、マーケティングのプロを探していて。そして、当時、ペプシコーラの幹部であり、伝説の男、スカリーに白羽の矢を立て、引き抜き工作を、始めるんだ。なんと、ジョブスは、18ヶ月にもわたって、毎日のようにスカリーに電話を、し続け。ジョブスらしい、行動ですね。そして、この伝説の男を、引き抜くために、ジョブスがスカリーに言い放った、殺し文句は、こちら。君は、このまま一生、砂糖水を売り続けるつもりなのか、それとも、私と一緒に、世界を変えたいのか。ひえー、巨大企業、ペプシが、砂糖水売りですか。この言葉が、決定打となり、スカリーは、大手企業の社長の座を蹴り、ベンチャー企業のアップルに、入社することになるんだ。スカリーさんの、思い切った決断ですね。しかし、この決断が、スティーブ・ジョブスと、スカリー、そして、アップルの運命を大きく、変えることになるんだ。そして、83年に、彼は、アップルの社長に就任することになり、翌年の84年に、スカリーと、ジョブズは、今も伝説として語り継がれる、CM を放映しているんだ。伝説の、CM? そう、それが、84年に、9000万人もの視聴者が見守る、スーパーボールで放送された、1984という CM なんだ。その CM は、こちらになります。
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Oh, 巨人、 IBM に立ち向かう反逆者、Apple という感じですね。ちなみに、この映像を制作したのは、映画、エイリアンや、ブレードランナーで有名な、リドリー・スコット監督です。しかし、この伝説の CM から、1年後の85年に、スカリーは、創業者であるスティーブ・ジョブスを、アップルから追放することになるんだ。無念の中、アップルを去ることになったジョブスは、その後、コンピューター会社の、ネクストを設立し、そして、追放から、12年後の、97年に、再びアップルに復帰することになります。こうして、アップルの経営者として、残ることになる、ジョン・スカリーは、83年から、93年の10年間の間、アップルの CEO として、この会社を、導いていくことになるんだ。そして、この CEO の采配が、後に、ピピンアットマークが生まれるための、種をまいていくことに。その後、彼は、ジョブスの意思を継いで、アップルを大きく成長させることになるんだけれども。しかし、80年代末になると、その勢いにも限りが見え始め、アップルの業績は悪化し始めるんだ。スカリーさんは、飲料業界では、マーケティングの達人でしたが、権謀十数の嵐が吹き荒れる、コンピューター業界では、アップルを、導いていくことは難しかったようですね。そのため、この CEO の時代に、生き残りをかけ、新しい収益の柱を、作るために、様々な新商品や、新規事業を始めているんだ。この時代にアップルが始めた、新商品を少しご紹介させていただきますと。89年にリリースされた、ポータル PC と言いながら、重量が、8キロもある、マッキントッシュポータブルや、低価格 Mac として発売され、とにかくモデル数が多く、後に不良在庫となり、Apple の経営を圧迫することになる、パフォーマーシリーズや、時代を先取りしすぎた、デジタルカメラの、クリックテイクや、世界初の PDA でありながら、高価で、大きすぎた、早すぎた携帯コンピューター、ニュートン、など、数々の失敗を繰り返し、当時の Apple は、企業としてのコンセプトが定まらないまま、財務的にも厳しい状況に、陥ってしまうんだ。あらさらに、この90年代初めは、コンピュータの心臓部分である、CPU でも、大きな変化が起きていたんだ。この頃は、IBM PC の互換機が、大きなシェアを占めるようになり、その CPU を、供給していたのが、インテルなんだ。一方のアップルは、主力商品である、マッキントッシュの CPU に、インテルのライバルである、モトローラの製品を採用していたんだ。そのため、アップルは、パソコン市場でも、性能とコスト面で優勢な、インテル CPU の PC の前に、劣勢に立たされることになり、稼ぎ頭の Mac シリーズでも、大きくシェアを奪われていたんだ。そんな流れを食い止めようと、インテルとライバルメーカーたちが、動き出し、それが、91年に誕生した、IBM と Apple、そしてモトローラーが手を組んで、PowerPC という CPU が、開発されることになったんだ。この提携は、IBM と Apple、そしてモトローラー3社の頭文字から、AIM 連合と呼ばれるようになります。そして、この CPU の登場が、後の、ピピンアットマークの誕生に、大きく関わってくることになるんだ。確か、ピピンの CPU は、AIM 連合により生まれた、PowerPC の、603でしたよね。そして、この Apple と、IBM の提携は、CPU の開発だけでなく、もっと大きな構想も描いていたんだ。PowerPC の、大きな構想？そう、この連盟は、この CPU をベースに、新しいオペレーティングシステムや、マルチメディア機器の普及を、考えていたんだ。おお、マルチメディアという言葉は、なんか懐かしい響きですね。マルチメディアとは、90年代に盛んに、言われるようになる、映像や、音楽などの複数の種類の、情報を、ひとまとめにして扱うメディアのことで。そして、この新しいメディアの、中心になる技術が、大容量媒体である、CD-ROM なんだ。80年代末から90年代にかけて、この新技術の普及が、進んでいくと、このメディアの性能を活かした、音楽や、映像による新しい市場が、拡大していくと言われていたんだ。ゲーム業界で、このマルチメディアの先駆けとなったのが、あの NEC から発売された、PC エンジンの、CD-ROM ですね。そして、この新技術の波に乗り、IBM と Apple が、このマルチメディアの CD-ROM を、ベースに、PowerPC の構想の一環として、立ち上げたのが、タリジェントと、カライダと呼ばれる、二つの新しいプロジェクトなんだ。タリジェントと、カライダプロジェクト？そう、そして、このカライダのプロジェクトには、日本の家電メーカーである、東芝も参加していたんだ。おお、東芝さんも。この東芝と Apple の提携が、実は、おもちゃ屋のバンダイと、Apple を結びつけるきっかけにもなるんだ。ほう。東芝は、この提携から、Apple と極秘で、カライダ OS を採用した、ポパイア、オリーブ、そして、ブルートというコードネームで、マルチメディアプレイヤーを開発していたんだ。しかし、完成したこのプレイヤーに、
Apple の開発した、カライダ OS で動かしてみると、全く動作せず、このプロジェクトは、大失敗してしまうんだ。あらー。結局、Apple と東芝の共同開発は、このプレイヤーの失敗により、提携は、解消されることになるんだ。そのため、当時、このプロジェクトに参加していた、東芝は大きな挫折を味わうことになり、この時、このメーカーのプロジェクト責任者だった、長谷さんは、この失敗の悔しさから、メンバーと飲み屋で、焼け酒を飲むことに。そして、この飲み屋で、リーダーの長谷さんが、開発の失敗の悔しさから、飲み屋で、うさばらしに、大暴れする事態になるんだ。長谷さんは、プロジェクトの失敗が、相当悔しかったのでしょうね。そして、たまりかねた、部下たちが、上司をなだめるため、ある人物を呼んだことが、バンダイが、ゲーム機開発を始めるきっかけになるんだ。ええ。ちなみに、このプロジェクトの、東芝側の責任者である、長谷さんは、映像メディアの、世界標準企画となる、あの DVD の企画を、立ち上げ、後にミスター DVD と、呼ばれるようになる、とっても偉いお方なんです。こうして、水面下で、ピピンアットマークの生まれる、種がまかれている中、アップルの組織内部でも、大きな変化が起きていたんだ。アップルの組織内部で？そう、それは、83年から10年間、アップルのリーダーを務めていた、ジョン・スカリーが退任することになったんだ。彼は、アップルの業績が大幅に、悪化した責任を取り、93年6月に、約1000万ドルの、退職金を手に、CEO を退任することになります。アメリカの経営者、お得意の、ゴールデンパラシュートですね。そして、新しくアップルの CEO に、就任したのが、マイケル・スピンドラーなんだ。マイケル、スピンドラーさん？そう、そして、この新しく就任した、CEO の時代に、ピピンアットマークが開発されることになるんだ。アップルの、スピンドラー CEO の時代は、93年から96年の、3年間なのですが、ピピンアットマークの開発は、94年から、2年後の96年までですから、ちょうど、この CEO 時代に開発された、商品と言えますね。ちなみに、その後、96年に、スピンドラーさんは解任され、その後がまとして、ビル・アメリオさんが、1年間 CEO を務めることになり。そして、翌年の、97年には、いよいよ、スティーブ・ジョブスが、12年ぶりに復帰することになります。そして、この時代にアップル社内には、ピピンアットマークに大きな影響を、及ぼすことになる、重要な人物が3人いたんだ。3人？そう、それが、副社長の、イアン・ダイアリーさんと、その部下で、マーケティング担当の、サジーブ・チャヒルさん。そして、マッキントッシュの、OAM 製品の、ディレクターである、エリック・サーキンさんなんだ。イアン・ダイアリーさんは、スピンドラー CEO の時代の、ナンバー2の副社長であり、当時、アップルの開発から販売のすべての、経営を取り仕切る、事実上、アップルを動かしていた人物なんだ。おお、影の実力者なんですね。そして、サジーブ・チャヒルさんは、マーケティング担当でありながら、政治力、いわば、パワーゲームに長けていた人物なんだ。そして、技術者上がりの、エリック・サーキンさんは、アップルの技術に精通した、現場のトップとも言える人物なんだ。ということは、もしバンダイが、アップルとの提携を進めようとした場合には、政治力の長けた、サジーブ・チャヒルさんを通して、副社長であるイアン・ダイアリーさんを、紹介してもらい、具体的な、開発については、エリック・サーキンさんが担当してもらえれば、うまくプロジェクトが進められるということですね。そうだね。実は、バンダイは、一度アップルに提携を持ちかけて、失敗しているんだ。確か、94年の1月に、バンダイの山梨社長自ら、アメリカに渡米し、アップルにプレゼンしたのですが、決裁権のない人物と、交渉してしまい、全く話が進まなかったという、失敗談がありましたからね。最初の交渉の時には、バンダイは、アップルの内情を知らなかったんですね。その後、バンダイは、このチャヒルさんを通して、ようやく、アップルとの提携が、うまくいくことになるんだ。それに、この93年頃の、コンピュータ業界での、アップルの立ち位置も、ピピンが生まれる原動力になっているんだ。アップルの立ち位置？そう、この会社は、77年に、スティーブ・ボズニアックと、スティーブ・ジョブスが開発した、パーソナルコンピューターの、アップル2の大ヒットにより、急成長した会社なんだ。しかし、80年代に入ると、コンピューター業界の巨人である、IBM が、パソコン業界に参入することになり、業界で強力なネットワークを持つ、この巨人のコンピューターが、一気に市場を席巻し、アップルは、窮地に立たされることになるんだ。いくら、アップル2の大成功で、急成長したアップルといえども、巨大企業の、IBM の前では、大苦戦しそうですね。さらに、80年代末になると、この IBM PC の互換機が、様々なメーカーから発売されるようになり、そのため、パソコンを普及させた、巨大企業、IBM の影響力が、どんどん弱くなっていきましたからね。そして、このコンピューター業界で、
力を持ち始めたのが、この巨人に、CPU や OS を、供給していた、インテルとマイクロソフトなんだ。このインテルに対抗するために、生まれたのが、IBM と、Apple 連合による、パワー PC なんですね。さらに、90年代になると、マイクロソフトの Windows が、台頭し始め、91年には、Apple のマッキントッシュのような、使いやすい、グラフィカルインターフェースを、搭載した、Windows 3.1 がリリースされ、一気に、パソコン業界の、OS のシェアを、マイクロソフトが独占し始めるようになるんだ。そのため、この OS の大ヒットで、Apple のドル箱のはずの、マッキントッシュは、大きくシェアを、奪われることになるんだ。この Windows の登場で、使いやすい、インターフェースが売りの、Mac の優位性が失われてしまったんですね。そして、窮地に陥った Apple は、生き残りをかけて、様々な、新商品を発売するようになり、それが、ことごとく大失敗を繰り返し、90年代初めの、Apple は、身売りの噂が囁かれるなど、まさに、どん底の状態にあったんだ。この業績の悪化かな、CEO のスカリーさんは、クビになりましたしね。そうなると、Apple の主力商品であるマッキントッシュは、パソコン市場でシェアを落としていく、一方ですし、新規事業はことごとく失敗し、お金もない状態ですから。その後、Apple は、どう生き延びていったらいいのでしょうね。そう、そんな時に現れたのが、日本のおもちゃメーカーの、バンダイなんだ。このバンダイは、実質、Apple のリーダーである、イアン・ダイアリーさんと面会することに、成功し、MacOS をベースにした、マルチメディア機器の共同開発を、提案することになるんだ。この日本メーカーからの提案は、Apple にとっては、まさに、渡りに船の出来事だったんですね。そう、コンピューター業界で窮地に、立たされていた、Apple にとって、残されたカードは、MacOS のライセンスを、販売するという、道しかなかったんだ。あの人が、復帰するまではですけどね。実は、バンダイと交渉する以前から、Apple は、MacOS のライセンスビジネスを、様々なプロジェクトで進めていたんだけれども、なかなかこの事業を、うまく軌道に乗せることができずにいたんだ。その一つが、Apple と、トイシガが共同開発した、カナイナプロジェクトによる、マルチメディア機器の開発なんですね。ちなみに、東芝の開発した製品では、カライダ OS をベースに商品化が、進められていたのですが、その失敗の教訓から、ピピンアットマークでは、MacOS の、システム7をベースに、開発が進められることになります。実は、バンダイは、MacOS のライセンスを、取得した、一番最初の会社なんだ。おお、ピピンアットマークが、MacOS 互換機の、第一号ということですね。さらに、Apple は、このピピン製品を皮切りに、MacOS をベースにした、マルチメディア機器による、コンソーシアム構想も描いていたんだ。そして、Apple の、この構想の中で、特に力を入れていたのが、このピピンアットマークだったんだ。なぜ、Apple は、このプロジェクトにそれほど、期待してたの？それは、Apple にとって、MacOS の、ライセンスビジネスを広げていきたいのだが、コンピューター関連の製品として、発売されたのでは、我々の事業とバッティングしてしまう。しかし、家電製品や、ゲーム機での製品展開ならば、我々の主力商品である、Mac パソコンとは、市場が重ならない分野で、ライセンス収益を上げることができる。ということで、Apple は、コンピューター事業とは、競合しない家電製品や、ゲーム機市場で、ライセンスビジネスを広げていこうとしていたんだ。Apple は、MacOS を搭載した、初のマルチメディアプレイヤーである、ピピンアットマークを、ライセンスビジネスの、柱として考えていたんですね。そして、Apple の構想では、CD-ROM だけでなく、マルチメディアの未来を、見据えた、DVD プレイヤーなど、ピピンシリーズの商品化も、予定されていたんだ。こうして、Apple の将来をかけた、バンダイとの共同開発による、ピピンプロジェクトが開始されることになるんだ。Apple は本気で、このプロジェクトを進めていたんですね。それに、人材も、Apple の重要な人物が、名をつなれていますしね。でも、ピピンアットマークは、その後、大ごけするんですよね。まあ、その後の話は、また別の動画でご紹介させていただきます。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。